はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、くつだりょうじでございます。内部情報ありました。NHK 受信規約変更でですね、来年の4月1日から、契約者は電話番号とメアドの提出が必須になるそうであります。これ、今契約なさっている人も、追加で電話番号とメアドを教えてくださいって、全国の5400万契約に、もらってない人行くのかな？なんか多大な労力かかると思いますけれども、これね、アイロンとか冷蔵庫にですら、チップ仕込んでですね、盗聴のチップですね。で、仕込んで、情報なら何でも集めたいっていうですね、情報ガキの、中国共産党っぽくなってきたな、NHK な。NHK はですね、全国の市町村役場に毎月毎月出向いてですね、転出転入届をチェックしております。で、その中に契約者の名前があったならば、引っ越しても追っかけていくと、そういうことをやっております。そういうようなですね、あとは電気水道ガス会社の顧客情報を見せろ、使わせろって言ってみたりですね、まあ情報が欲しくてたまんねえんだろうな、個人情報がな、満たされることのないガキのようにですね、情報を欲しがってる。まあテレビない、ワンセグない、カーナビないで契約しなければいいんですけどね。まあそれを確かめるですね、警察権は今回明確に否定されましたし、つまりですね、テレビ捨てだから解約なっつってですね、 NHK が確認できませんので、解約には応じられませんって言ったところで、確認つったってどうすんだろうね。家宅捜査の権限なんかねえのに、どうやって確認するんだろうな、謎な部分がありますけれども、今回ほら電気水道ガス会社の顧客情報を使わせろって言って、総務省に、それ警察の仕事だからダメって明確に否定されたじゃないですか。だから、NHK は、その家にテレビ、ワンセグ、カーナビがない。あるを確認できないってことになりますよね。まあ未契約者さんたちに言いたいのはですね、 NHK と契約したら負けということですね。で、すでに契約なさっている方に言いたいのは、テレビを捨てて自由になろう。 NHK ももちろん解約、私も20年近くテレビない生活しておりますけど、何一つ困りません。全然困りません。YouTube でも何でも見るものいっぱいありすぎて、うっかり夜更かしなんかしてしまいます。どうしてもですね、お家に高齢者さんがいてテレビねえと困るいう家庭はまあ別としてですね、若い方は見てねえでしょう、テレビなんか。どうせテレビを捨てて自由に、心の自由を得ることをお勧めいたします。週刊ポスト7っていうところですね、上野千鶴子っていう学者にインタビュー、記事になっておりました。なんかジェンダー研究者で、名誉教授、東大の名誉教授みたいで、あります。そこで言ってる言い草がひどくて、ネットで話題になっておりました。女性の外見をブス、美人というのは、外見差別、ルッキズムだ、男性が女をランキングする傲慢だからダメ、そんな男性には女をそんなね評価する権限なんかねえからな、いうことらしいであります。男性の評価尺度は多元的で、一番強力なのは金を稼ぐ力、筋力なので、イケメンっていうのは良いと、これはとんだダブスタじゃないか、思いますけれども、まあまあ女性本人に対してブスなんていう人はですね、今はちょっといないでしょうけれども、美人だねっていうのは褒め言葉でまあ言うよな。ただし美人さんはですね、そんなの言われ慣れてから
あの言われても困るっていうのがあるそうなんですけど、こんな顔してるそうであります、上野千鶴子。よくよく調べたら有名な極左工作員らしくてですね、みんなで等しく貧しくなろうとかいうのをあの書いてみたりですね、GDP のあの増やす経済繁栄なんて諦めようって言ってみたりですね、まあまああの日本が目障りな国にとってはその方がええわな。ネットの反応です、黙れブスクソヘリクツ病んでるな。私の差別は良い差別、筋力がある女性はどうなる、知性によって社会的に尊敬されている女性のことは全く考えないと、つまりあの女性の評価尺度は多元的ではないって言ってるようなもんですからね、その価値観の押し付けが一番差別的では、仕事で活躍している女への差別発言、女は外見しか価値がないというひどい女性蔑視発言、女にとって学歴や社会的地位は度外視しているが、このババアが一番女性を差別している、差別声高に叫ぶやつが一番差別的な見本と、タワマンに住んで BM に乗りながら格差について語る上野先生、これまああのタワマンに住んでんですよ実際に、でね BM 乗ってんですよ実際に、そんでですね、みんな等しく貧しくなろうと言ってから、ちゃんちゃらおかしいよって話なんですけどね、東大名誉教授っていうのは何の研究でこの肩書きを得たのかさっぱりわかんねえな。一応あのジェンダー研究家らしいんです、社会学者らしいんですけど、なんかね社会学者っていうと、学術会議の件があったもんで、ん？ってすぐねあの疑ってかかる癖がこっちにもついてしまいました、むしろねあのこんなこと言って頭大丈夫かな、東大名誉教授がこのレベルか、女性には外見の美醜しか評価基準がないって断言してるナチュラルレイシストですよねこの人ね、差別主義者ですよね、じゃ あのお金いっぱい稼いでる頑張ってる女性はどうなんだって話なんで、もちろんですね、自分はあの自分が差別主義者って気がついてないから、まあ、治療は不可能ですよね、だって何にも困ってねえんだよ、治してくれって言うはずないもんね、男はイケメンと言っていい、いうことはですよ、逆にですね女性にブスって言っちゃダメだけど、女はどんな言葉で罵倒してもいいっていうことになりません？男はイケメンって言ってもいいんだ、男はブサイクって言ってもいいんだ、どんなひどい言葉で罵倒しても構わないんだ男のことは、なぜなら評価尺度が多元的だから、わけわかんねえな、全然わかんねえな、自分がですね他人に対してマウントを取るためにですね、あれこれってへりくつこね回して多くの人にあぎれられてるのが日本のフェミの現状ですよね、特にあの若い世代に嫌われてるそうで、フェミは嫌っていうパーセンテージが若いほど多いらしくてですね、テレビ鵜呑み層に比べてですね、若者はネットでですねあの反対意見を目にしますから、テレビは反対意見を目にすること、ツッコミが入る、なんかテレビで変なことが放送してですね、すぐさまツッコミが入る、それ放送しませんからね、どっちの言い分が正しいか自分で判断するんですよね、ネット見てる人はね、ですんであのフェミのへりくつなんかに騙されないから若い世代はフェミが嫌いな人が多いってことなんでしょうかね、まあ、東大名誉教授なんていうですね大した肩書きもですね、ネットでは中身勝負で無意味ですよね、中身が変なことでしたら即座にこういうふうに、じゃあ女性は外見しかないってわけで突っ込み入ってですね、そうだよなこの教授が言ってんのおかしいよね、わかりますしね、私もあの工作員の属性の中ではフェミが一番嫌いですだって論理がめちゃくちゃだからダブスタ、トリプルスタ、フォース、カルテットっていうのかな、
あのスタンダード20基準30基準40基準なんて当たり前だしね、自分の都合で自分の感情で気に入らないから嫌いで、これにあのなんやかんや言ってくる人は差別主義者でレイシスト、っていうですね、あの治療不可能なことをあのほざいてん、ツイッターによく言いますけど、ほざいてんのはねフェミっていう人らですからね。最近ではイケアのですね、あの宣伝で、まあまあ家庭の風景で、お母さんが食事をテーブルに運んできて、いうところにも文句垂れてるらしいです。いやー、女性が働かされてる、奴隷主婦だとかですね、奴隷家政婦の、これは奴隷テーブルだな、言ってですね、まあ端的に言って頭おかしいと思うんですけどね。まああの、あの人らの、フェミさんたちの専業主婦を憎むこと憎むこと。なんだろうね、あれね。自分が専業主婦じゃないだろうな、あの憎みようはな。フェミさんが一番嫌いなのが、男にモテモテのあの、女性とですね、専業主婦です。っていうことは、あの人らはどっちも違うんだろうな。それがこじらせちゃって。あと、主語が大きいっていう特徴もありますね。なんか一人の男が変なこと言って、言うとですね、これだから男はとか言って、男全体悪いっていう風に話持っていこうとしますよね。ただまあ、ネットではそんなの通用しませんよ。資本がでかすぎるとか、即座に突っ込み入りますからね。まあまあ、好きなこと言ってればいいんじゃないの？他人に呆れられても。まあ、好きなこと言う自由っていうのはありますからね。表現の自由でね。日本改革党では、漫画、アニメ、ゲームの表現の自由、表現規制、一切反対。というですね、裏公約っていうか、まあまあ私の参院選ではそれも訴えようかな。もちろんですね、面と向かっていうのはダメだけど、ブス、まあそういう男もまあいない、口に出す男も今はあまりいないとは思いますけどね。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。